高倉山古墳は、三重県伊勢市豊川町にある古墳。形状は円墳。伊勢市指定史跡に指定されている。全国屈指の規模の横穴式石室を有することで知られるが、伊勢神宮下空の新域内に位置するため現在では、立ち入りは制限されている。古墳のある高倉山三重県中部、伊勢神宮下空新域の高倉山山頂に、築造された古墳である。古くは、 鎌倉時代の文献に記載が見え、江戸時代には天岩戸として広く信仰対象となっており、その関係もあって噴球は流出、作兵で大きく改変を受けている。これまでに実測調査のほか、1975年に発掘調査が実施されている。噴景は円形とみられ、直径35メートル以上、高さ約7.5メートルと推定される。 紛球表面で吹き維埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で南西方向に開口する。石室全長18.5メートルを測る伊勢地方では、最大規模の巨大石室であり、全国的に見ても、石室全長は第6位、原質床面積は第2位の規模になる。副葬品の多くは失われているが、調査では、 金管、玉類、バグ、大刀、トース、矢尻、末木、弾きなどが検出されている。この高倉山古墳は古墳時代後期の6世紀後半頃の築造と推定され、7世紀初頭頃までの追想が認められる。被壮者は明らかでないが、古くからその規模と立地の得意性から、伊勢神宮下空の創始、変遷と関連づける説があり、 下空放災氏族の渡来氏との関連を指摘する説などが挙げられている。古墳域は1973年に伊勢市指定史跡に指定された。現在は豊家大見和宮の新域内に位置するため、立ち入りは制限されている。主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、南西方向に開港する。石室の規模は次の通り。石室には、 自然石が用いられ、幅1.5メートル、高さ1メートル程度の年始の上に5から6段積みされる。原質と沿道は一体的に構築されており、側壁は、斜石で3段階の工程が認められ、天井石付近で大きく持ち送る。天井石は、原質では6枚、沿道では3枚である。石室内の埋葬主体については明らかでない。石室の形態としては、 両袖式である点に機内との共通性を示す。一方で、長大な原質、短小な沿道、断面古城の原質天井、両袖の大化などの点には、伊勢湾対岸の西三河地方との共通性が認められる。このような形態の石室は、小金三号墳をはじめとして、高倉山古墳築造以降の南伊勢地方を中心に分布しており、高倉山型石室と捉えられる。 石室内の副葬品の多くは洞窟で失われているが、九百七十五年の調査で検出された副葬品は次の通り、遺物の様相は六世紀後半から七世紀初頭までの時期であることから、追葬の可能性が認められる。以上のほか、江戸時代頃に天意岩と信仰が盛んになった関係で、石室の二次利用による構成の遺物として、鉄油どっくり、 東明皿、戦火が出土している。豊家大宮宮、高倉山古墳は、伊勢神宮下空神域の高倉山に築造された巨大石室の単独墳であるという特質上、これまでに多くの説が挙げられている。最もよく知られる説は、下空の宝塞士族である、渡来氏と関連づける説である。 渡来氏は当地法において、随一の勢力を有した古代氏族であるが、その考古学的実態に関しては、必ずしもつまびらかでない。なお、伊勢神宮に関しては、内宮では、荒祭り宮付近が五世紀代に遡る、大規模な祭祀場であったことが判明している一方、下宮では五世紀代の遺物が知られず六世紀後半に、高倉山古墳が唐突に出現する様相を示し、 新域である高倉山に墳墓が営まれている点でも、得意性を示す。このことから、在地勢力の中から、山東権と結んだ、渡来氏が台頭し、高倉山古墳を築造して、南伊勢地方に勢力を持ったとする説や、月空の創始として、高倉山古墳を、渡来市市祖母と仰ぐ、創病的性格を指摘する説などが挙げられている。ありがとうございます。